うですね。これめっちゃかわいい。もう色落ちした。1週間ぐらいで色落ちするね。この前まで真っ赤だったんだけど。でも会場で会えるかな。めっちゃ不安なんだけど。私さ、これとさ、これ2分とさ、こうやって持ったらかわいい。これ食べ終わったら電池買うから覚えといて。みんな覚えといて。これめっちゃ便利で、長橋くんのハウスラブなのに作ってる。メモ帳が入ってたから、メッセージをね、書いたのと、スタンプラリーがあったからスタンプ押したんだけど、これ本当はこの後ろに押すべきだったね。一応これ付箋もプレゼント。食べちゃったよ。このくらいか。このね、服ね、さっき同じ服着てる人見かけたんですけどね、可愛いでしょっていう話をしてました。で、この後ティアラさんと待ち合わせして一緒に入るんだけど、きっとうまく合流できますかね。私、福岡初めてで、今サンパレスと福岡国際会議場の間の入り口あたりにグリーンのパーカーを着た人です。何もわからぬ。元気くんのカバン持ってます。なんかうちわとかありますか。あ、あります。あ、岸くん、岸くん、岸さん、はい、チーズ。ここ送りますね。あ、はい、ありがとうございます。自分宮崎から来てるんですけど、あ、はいはいはい、これどうぞ。え、美味しそう。ありがとうございます。ここは映しても平気ですか。あ、はい、です。ありがとうございます。2個あるので、それの方と一緒に。あの、お土産ありがとうございます。あれ、一人ですか。自分一人です。じゃあ、入場まで一緒にいますか。あ、いいんですか。はい、ありがとうございます。そう、ここまでが難しくて、博多から来て電車で来れないからバス使わないとみたいな。確かありますよ。でもめちゃくちゃ混んでたんですよ、バスが。で、間に合わないと思ってタクシー使ってきました。はい、じゃあ入りますね。また後で。あるよ。今 B6 だとでもどこにいる。いいの。あれや、一人やったらいい。あ、そうかもしれない。ご利用ください。はい、ありがとうございます。ちょうど今、あの、ホテルに戻るのに博多座のところに出たんですよ。ここからね、こんな感じ、地下鉄から出て博多座のところに来たんですけど、そのキンプリのコンサートの中でプリンスと平野くんがお仕事をした後に、岸くんの誕生日がちょうど重なって、ドンキホーテで高級なイヤホンと、あの、 V パンツを買ったみたいな話があったじゃない。あったんですよ。で、そのドンキホーテが今あるので、その前を、ね、通りたいと思います。いや、もう全然覚えてないよ、やばい。アンパンマンミュージアムでも行く。っていうことは、キング&プリンスのみんなもここを通ったっていうことですよね。この博多座からドン・キホーテに行くまで。しかもその V パンツのね、履いてる写真、平野くんが持ってるらしいから。でもあれやね、本気にしちゃう人いそうだよね。そのエアドロで配布しますよとかメンバーがいたら。でもあれか、エアドロだったらもうこっちは何もしなくても、相手が画像送ってきました、受け入れますか、辞退する、受け入れる、二択が出てくるのか。もうさ、年なのかな。
覚えておこうって思っても何にも覚えてられないの。最初のうちはちゃんと覚えてたつもりだったんだけど、曲を聴いたりとか情報がたくさん入ってくると何にも覚えてなくて、もうピンボケする。いける。うわ、ここだよ。ここのね、ドンキホーテですよ。岸くんのパンプレを提供してくださったお店。あっちのお兄さん多いね。こうやってカメラ持って喋ってるやつに話しかけようなんて思わないからね。むしろ女性陣は一人で歩くときカメラ持って喋ってたらいいと思う。歌舞伎町的な感じの空気感がしますね。あとでドンキホーテ行こう。はい、皆さんおはようございます。昨日ライブが終わって改めてねメモ帳に書き出してみましたのでお話をさせていただきたいと思います。ちょっと隣の人の声とかも聞こえるので少し音量小さめにねお話をしています。あとこのカメラが手持ちなので画面がブレたりとかするかもしれないんですけど、まあ許してください。 MC のお話、またこちらの白い壁のところにテロップを出していきます。メイドインキング&プリンス福岡10月15日の夜公演の MC です。ただいま。ただいまって言えるメンバー一人もいないのよ。でもちゃんと福岡は好きなんだもんね。好きです。1ヶ月だけ住んでたことありました。じゃあ俺をお帰りって迎え入れてくれる人は拍手してください。迎えてくれない場合は拍手しなくていいです。結構不利な状況だけど大丈夫？大丈夫です。福岡好きです。結果は神宮寺くんがただいまーって言ったらお帰りの拍手で迎え入れてくれたティアラさんたちがたくさんいました。次に恋愛リアリティショーのお話になりまして、皆さん恋愛リアリティショーってご存知でしょうか？テラスハウスとかね、相乗りとかバラを渡すやつとかねみたいな話を永瀬くんがしてくれて、神宮寺くんと平野くんが結構食い気味に、あ俺見たわみたいな。神宮寺くんもめちゃくちゃ面白いよね。永瀬くんに関してはバラを渡すバチェラーですね。詳しく知らないんだけど、あれ男版と女版あるよね。どっちが面白いん？俺らが男だっていうのもあるから男版かな。神宮寺くんが今この会場もバチェラーみたいなもんですからね。バチェラー出たいもん俺。出たら叩かれるよ俺ら。あの人たちスペック高いからね。岸くんじゃ無理だよ。筋肉とかすごいもんね。岸くん筋肉すごいからいけるんじゃない？でもヘリとか使って告白するシーンとかなかった？岸くんケチりそうで嫌だ。ケチらねえよ。めちゃくちゃ大声でしたねこれは。でも300万くらいするよ。やめときます。俺は横浜の雰囲気いいところで告白したいね。横浜なんや。あの綺麗なね赤レンガのあたりとかね。俺は太宰府に住みたいな。太宰府に？落ち着いた雰囲気好きなんだよね。わかるわかるよ。二人とも偉いな。だって岸さん福岡にいるのに横浜の話してるからね。え何がいけないの？みたいな顔してましたね。こう隠していたのに、まあ、番組名をね出さないように隠していたのに永瀬くんがバチェラーって言っちゃって、あ言ってもうたって言ってました。もうそこからねあんまり隠さず、てかバチェラーは隠すのに相乗りは隠さないんだって、確かね高橋くんが言ってたんだよね。そのまま相乗りのお話になりまして、高橋くん俺らが相乗りとかしたらすぐカップル成立して日本帰ってくるよって。会場のね雰囲気が、え相乗りっていう番組何みたいな風になってて、それを察した高橋くんがあれもしかしてあんまピンときてない、恥ずかしい。皆さん相乗り見たことありますか？私もねリアルタイムで放送してたのは知ってるんですけど、ちゃんと見たことはないっていう感じですね。そのね相乗りの放送期間が長かったっていうお話がありまして、高橋くんいやめちゃめちゃ長いよ、俺のママがママじゃない時からやってるよって平野くんがもうそのね高橋くんの発言に対して俺のママがママじゃない時からって言ってて、でもこの発言結構みんな受けてましたね。すると鈴鹿サーキットのお話、まあ、ここでは岩橋くんの話は出てなかったですけど、平野くん不安に初めて行ったんだけど詳しくない俺らが行っても楽しめたよね。隣で岸くん見てたんだけど岸くんがミーアキャットみたいに車目で追ってた。
って言って、なんかミーアキャットってこう立ち上がりながら左右をこう見たりする仕草をするんですけど、岸くんがそんな感じで F1 のレースを見ていたっていう話をね、再現付きでやってくれました。補足としては、岸くんがあれ肉眼で追うのめちゃくちゃ難しいからね。そうですよね。徳橋くんがフェルスタッペンさんっていう F1 のレーサーで優勝した選手がいたんですけど、このコメントの翻訳がうまいっていうね話が出てましたよね。高橋くんが抜かれてて、あの画面に抜かれてて、再現してよみたいな。で多分ね、その海外の選手だと日本の翻訳してもらってはいるんだけど、それをなんか顔つきで、今日のレースは雨だったけど雨でも晴れでも関係ないさ、だって俺フェルスタッペンだからっていう、このなんか名言を毎回やってましたね。ことあるごとに、まあ、フェルスタッペンだからね、めちゃくちゃいじるじゃんっていう。ちょっとフェルスタッペンさんの画像を見てみる。あでもなんか言いそうな顔してる、めちゃくちゃ言いそうな顔してるけど。でしかもこのフェルスタッペン選手、神宮寺くんと同い年みたいな話してたんですよね。で一緒に並んで写真撮ってもらったんだけど、あほらほらほらこんな感じね。一緒に並んで写真撮ってもらったんだけど、同い年っていう感じがしなかったよねっていう話をしてて、でなんか腰に手回された時にすごい安心したもん俺って平野くん言ってましたね。確かにかっこいい。で MC はあのいつもねグーとパーで分かれて着替えに行くんだけど、最初に永瀬くんと高橋くんが着替えに行って、神宮寺くん、岸くん、平野くんが残って MC をつなぐっていう形だったんだけど、もう基本 F1 の話が多くて、平野くんがねもうその5人で話してる時から F1 の話してたから、あの F1 のね雰囲気もいいよねって言い始めて、で岸くんが匂いもいいしねみたいな、すごいドヤ顔してたんだけど、みんな共感してくれるだろうみたいな。でも神宮寺くんも平野くんも会場もえみたいな、さっきのさ横浜の話の時もそうだったけど、で何がおかしいのみたいな顔するじゃないですか。でも今回はその岸くんもその会場のハテナハテナみたいな、それに気づいてえまた俺変なこと言っちゃったみたいな感じで、えほらガソリンの匂いとかねみたいな。でも結局こう誰も共感してくれなかったみたいな、会場で滑り倒す岸くんがまた見れましたね。あとはあのジュニアを呼んで話をするっていうのもあったし、平野くんだったかな、プリンスと俺とで博多座で舞台をやった時に、ちょうど岸くんの誕生日が重なって博多座の近くのドンキホーテで岸くんの誕生日プレゼントを買ったみたいな話をしてたんですよ。でね、あの何を買ったかっていうのも教えてくれまして、昨日もお話ししたんだけど、高級なイヤホンと V パンツを買ったみたいで、その V パンツがさ、岸くんが隠れるって言ってもペットボトルぐらいの幅しかないからねみたいな。その写真、永瀬くんだったかな、その写真持ってんのって言ったら、平野くんが、あ、俺持ってますって、後で見せてよっていう話になったんだけど、その前のさ、私ライブのレポートを上げてて、そこでも岸くんがなんか全裸で大の字でジャンプしてるみたいなところの写真持ってるって言ってて、でそのね、今回もVパンツ履いてる岸くんの写真持ってるっていうことは、もう平野くんが岸くんの人生は俺の手のひらの中にありますみたいなことを言ってて、そこのねやり取りがねめちゃくちゃ面白かったんだけど、あの彼は僕をクビにできますって言ってて、高橋くんだったかな、このライブが終わったら賞が先着100名で、100名にエアードロップでその岸くんの写真を送りますみたいな、まあねエアードロップ便利ですからね、まあもちろん嘘なんですけどねっていう話がありました。でまだ私ドン・キホーテに行ってないので、外観だけでもちゃんと撮ろうかなと思います。こんな感じだったかな MC は。あのいつも通りジュニアの子を一人選んで話聞いてっていう感じだったんだけど、今回は平野紫耀くんがあの王様じゃんけんをするみたいな流れで、ジュニアの子たちが平野くんとじゃんけんをして、負けたら座っていて最後の一人がインタビュー受けれるっていう流れでした。はい、そんな感じです。なんかだいたい流れ掴んでいただけましたでしょうか。ラブパラドックスでね、岸くんが歌詞を飛ばしたところがありまして、今回というかモニターに
歌詞が表示されるじゃないですか、このね下のところに。でそれがちょっと早めに出るんだけど、岸くんの You can speak out のところかな、これがみんなね、その高橋くん、神宮寺くん、岸くんっていう流れで歌ってって、モニターに一人ずつ映るんですよ、その歌詞分け通りに。高橋くんが歌ってたら高橋くんが一人で映るし、神宮寺くんが歌ってたら神宮寺くんが一人で映るし、で岸くんが映ったんだけど、自分のパートだって思ってなかったっぽくて、歌ってない岸くんだけがこう映し出されて、あ、俺だったみたいなことを言って平野くんにつながるみたいなところがねありましたね。はい、まあそんな感じです。昨日ティアラさんにお会いして、同行者として選んでくださったティアラさんと男性のねティアラさん2人にお会いしたわけなんですけれども、ありがたいことにお土産をいただきまして、そちらをねちょっとここでお見せしたいなと思います。というか開封をしていきたいなと思います。はい、宮崎マンゴーのラングドシャ、めっちゃ美味しそう。2つもいただいてしまいました。ここにね並べていくね。ありがとうございます。そしてこちら、九州甘口醤油味、素材の美味しさそのままジャガポックリというものをねもらいました。ジャガポックルとかは知ってるけど、それは北海道の方でしょ。これは九州のやつなんだね。九州土産って書いてある。すごいたくさんくれた。九州限定ユハ味覚糖のプッチョ、甘おの果汁使用、つぶちヨーグルト組入り、甘お果汁入りソフトキャンディ。チゴちゃんかわいい。キング&プリンスといえばプッチョみたいなところもありますからね。九州限定ありがとうございます。そして紙袋に入っておりますこちら、かわいい。うわ、これ絶対好きですよ。キャットトイ、猫のおもちゃ、フェルトボール、こういうのマジで好きだからね。お魚クッション、これもケリケリしますよ。すごいたくさん入ってるんだけど、こんなにもらっちゃっていいんですか。ハンドクリームって言ってた気がする。ハンドクリームいただきました。いや、この時期すごい助かるから。ハンドクリームいただきました。博多美人かわいい。こういうなんか女子になりたい。え、これもつ鍋じゃない。これイチゴじゃん、アンミカさんみたいな。赤って200食以上あんねんってコーヒーですね。え、なんかさ、私へのお土産もそうだけどさ、猫への配慮がすごいあるんだけど。モンプチのバラエティパック、ターキー&チキンセレクト、ツナ&サーモンセレクト、フィッシュセレクト。あ、待って、これ違うじゃん、また。ミックスグリル、チーズ&チキン、シーフードあって、どれが好きなんだろう。ちょっと家に帰ってあげてみましょうかね。かわいい。肉球チュロスだって、めちゃくちゃかわいいよ。マジで肉球じゃん。いただきます。そして K&P って書いてありますね。え、すっごいたくさんくれたんだね。 K&P 元気子猫のチュロス。この子猫のチュロスとさっきの肉球チュロスがセットみたいな感じなんだ。 K&P って書いてある。うん、何&プリンスなのか分かんなくなった。猫のチュロス、え、すごくない？ちゃんと顔と体と尻尾も再現されてる。あともう一種類あるので開けますね。最後は元気って書いてあります。見てください、これ見えるかな。元気、元気ハートって書いてある。まだ読める。はい、ということでこんなにいただきました。ありがとうございます。今回は、福岡公演、10月の15日の福岡公演に入ったので、そのレポートをさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。ここで申し訳ない。以上、アルティメット広報のサミでした。あ、ドンキあるよ、ここです。また夜に歩くのと朝に歩くのとじゃ違うね。はい、お土産です。出来たて生麺大根、こんな感じ。そしてこちらが博多限定の水炊きのだしとつゆですね。2回分とか書いてあるけど、私めちゃくちゃ多く作るので2つ買いました。これが定番の博多通りも、まあ、大体みんな買うよねみたいなノリで買いましたね。前回買わなかったんですけど、これ仕事場で
お土産でもらっていて食べたら美味しかったんでこれ買いました。あとは明太豚骨スープ茶漬けと博多のお茶漬け、同じの買ったつもりが別のでした。はい、お土産でした。